はい、暗号通貨ニュースでございます。速稼塾の久保です。今日はね、かなり高値をつけているチャートを皆さんと一緒に見ていくことになります。2021年の2月7日の朝6時37分ですよね。では、私の大好きなね、コインゲンコというね、カエルちゃんのマネジメントの画面切り替えていきます。このね、左上にコインゲンコって書いてるでしょ。コインゲッコか、ゲッコですね。ゲコゲコって感じでございますけども、だいたいコインマーケットキャップを見てる人が多い中で、私はね、何の間違いか、これをずっと見ることになっちゃったんですよ。まあでもね、私なりにこれ見やすいんで好きなんですよね。まずビットコインの方見てみましょうか。ビットコインはやっぱりね、ダントツの1位ですけども、たまにですね、なんとかビットコインっていうのが出てますよね。まあそれはまた次話します。今、ビットコインの価格が、なんとね、500万に行くんじゃないかなって言われて、あっという間ですよ。今423万7千ですよ。これ。すごいでしょ。で、去年の今頃、私はまだビットコインがね、100万円を超えてない時に、100万超えたらもうね、皆さん手に入んなくなるから、買う気がなくなるから、まあ95万のうちに買っときましょうみたいなことをずっと言ってましたけども、あの時ね、買っていただいた方は、今、結構いい感じでしょ？うん、おめでとうございます。こういうことなんですよ。だから、買うべき時に買っておかないと、もうね、今400何十万になっちゃったら、例えばね、ビットコインを一つ買うの大変ですよ。ね、それこそ上場株を買うみたいなことになっちゃって、なかなか難しいですから、まあ、ですんでね、今買うとしたら 0.1 ビットとかになるんじゃないですか。40万とかですよ、それでも 0.05 ビットとかになるんじゃないですかね。それでも20万ですよ。うん。まあそしてこっから買ったとしても、そうですね、これが500万になったとしても、あらり額ってそんなにいかないじゃないですか。うん、だからこれをね、やっぱり100万円いってないうちに買っとけば、もう4倍ということになってますから、100万円が400万になって、年収が稼げたよねってことになるわけですよね。ビットコインと。で、イーサリアムも実はね、私いつだったかな、暗号通貨全体が暴落した時に、イーサリアムは2万5000円くらいになったんですよね。まあその時に私ね、ちょろっと買ってたんですよ、イーサリアムを。それが今ね、こんな価格になって、20万は超えていくでしょうね。うん。で、大体イーサリアムって10万円ぐらいにはなると思うんで、あと5倍ぐらいの価格上昇はありますから、もしね、ビットコインを買い損ねた方は、今この価格でもいいんで、イーサリアムを一つでも買っといたらどうかなと思います。で、ADA が4位につけました。ADA の最近のね、頑張りはすごいですね。昨日もね、まだ55円だったんですけども、1日経って、現在67円です。67円ってことは、多分 ADA をね、最小単位で買った人って40万 ADA 持ってると思うんですよ。大体ね。で、それに67かけると、いくらかっていうと、2680万です。ですんで、ADA をプレセールで、10万円とか15万円が1単位だったと思いますけども、それで買った方は、今、2600万、2700万ぐらいですか。うん、十分な利益ですよね。100万円買ってた方は、2億6000万ですね。ですんでね、当時、まあ、大阪でセールスが始まったと思いますけども、ADA の、チャールズ・ホスキンソンさんとかいらっしゃいましたよね。私もお会いしたんですけどもね。この ADA、すごいですね。うん、多分、日本で手に入れる権利が私たちにあって、幸運にもその話を聞いた方っていうのは、まあ、十中八九購入したと思うんですよ。今ね、ちょっとしたバブルじゃないですか。なんか、時短要請、時短営業で6万円もらったみたいな、その、休業バブルっていうのが、あるみたいですけども、そんなの目じゃないですね、今回はね。で、私が個人的に目をつけてるリップルなんですけども、価格はなかなかいいところに戻してきましたね。何なんでしょうね、リップルは訴訟になって消えるんじゃないかなっていうふうなことも言う人いましたけども、消えるんですかね、リップル。なんか価格持ち直してきましたよ。ずっと20円とか25円でうごうごしてたのが、今ね、40円50円っていうのは標準価格になりつつあるかなってことですよね。うん、その他ね、そうですね、チェックするとしたら、なんでしょうね。シンセティクス、聞いたことないな。いっぱいあるんだな。あ、ネムね。ネム私ね、5円になった時買ったんですよ。有名になったじゃないですか。何にしても。で、5円で買って今、6倍になってますね。うん、だからね、ネムっていろいろ問題あって、ハッキングされたりしましたけども、でもやっぱりあれほどね、有名になるってことは、値段が持ち直す可能性が高いんですよね。やっぱり知られてるってこと大事なんですよ。このトップランキングの10位、20位まで、例えばアトムっていう暗号通貨知ってます？
EOS はまあご存知の方いると思いますけども、ユニスワップとかっていうね15位の暗号通貨とか知らないですよね。アーベとかね。だからね、モネロじゃないわ、ネムってのが知られてることがっていうかね、いかに強いかってことなんですよ、知られてるってことが。寿司面白いのありますね。 OKB トークンってなんですかね。ネオ、あー、フォービートークンってのもあるんだな。バイナンス USD とかね、アイオータ、いろいろと物議を醸し出してます。アイオータもかなり値段上げてますね。というところでね、暗号通貨の価格見ていきましたけども、皆さんね、持ってる暗号通貨上がったでしょうか。やっぱり価格っていうのはこういうふうにもう暴れん坊でね、上がったり下がったりするんですけども、まあ5000円でも1万円でも買っとけばいいんじゃないかなっていうのが私の思うところです。おそらくね、多くの方が5000円1万でしたら毎月拠出するのにそんなに無理はないと思うんですよ。でそれをね、10万とか100万いこうって話をするから乱れてくるんですよね。基礎的な収入が例えば毎月100万とか200万入ってくる方は、それは10万20万という単位でエントリーしてもいいと思うんですけども、やっぱりね、自分の所得に合わせた余剰資金っていうのは毎月の収入の大体 1% ですよ、だから20万円の月給の人って2000円ですよね、毎月毎月余剰資金として考えていいのは。でその2000円がなくなっても生活破綻したいでしょ。でも 1% じゃなくて 10% 傾けちゃうと少なくとも1ヶ月はきついじゃないですか、そういうことを考えると、私はね、余剰資金っていうのは月収の 1% っていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思ってます。で本日の放送以上です。